どうも、火曜日の梶里真です。お願いします。ちょっとさ、山ディになってからさ、急に始まるからさ、いつもお辞儀の時は321とかあったからちょっとわかんないよ。しっかりして頼むよ。はい、ということで今回ここ本厚木駅にやってまいりました。ということで今日は何を、清川村でお世話になっている方が、はいはい、新しいことを始めたということで応援に行きたいと思います。はい、なるほど、誰だろう。分かった、村長だ。始めるんでしょ、梶田ミニチュア村プロジェクトみたいな。清川村内でこう梶田村を作っちゃおうみたいな。それでしょ。俺一番の野望は俺の村にすることですから、清川村を。俺の村に、清川村にレッツだ、ゴー。到着しました。どこですか。今日この食の市さんに用がつきました。食の市、これ清川村じゃないでしょこれ。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、そういうこと。ちょっとおはようございます。久しぶりだね。半年ぶりだよね。作られてる食の市にいたのは松田さんでした。松田さんは地域おこし協力隊として村おこしのために清川村に移住し活動をされてきた方で、村の特産品開発として清川めぐみポークを使ったソーセージやベーコン作りを行っています。なるほど、弾力がすごい。これまるでソーセージのトランポリンやで。クリスマス以来だよね。ね、いや嬉しいな。なんかあの時はもう小馬鹿さんから何から全員で、そうですよね、サプライズで泣かすとこまで。そう、あの時も何気一番協力してくれましたよね。今日は何してるんですか、ここ。あのね、食肉の国家資格取って、はいはい、ソーセージを販売できるように、はいはいはい、まあいろいろやってきて出荷できるようになるほどなったんですよ。今まで清川村のイタリアンレストラン四季クワトロでしか食べられなかったソーセージとベーコンが今年の5月からお店で買えるようになったんです。自分なりにはこだわって作ってるんで。いや、そりゃそうですよ、もちろん、はい。それの味を分かってもらったら多少このお店にも売り上げ的にも貢献できるかなと。なるほどね。まずここでは食べていただく、知ってもらうってことですね。そう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 、分かりました、任せてください。はい、いやちょっと頑張りますから。じゃあ今日は松田さんのために。なんかさ、はいはいはい、なんか梶田君がするとかっこいいんだけど、はい、俺がするとなんか相撲の化粧回しっぽくねえか。ジャムおじさんみたいになっちゃうね。感じ悪いね。感じ悪いね。怖い、似合ってますよ、似合ってますよ、めっちゃ似合ってますよ。うわ、うまそう、うまそう、マジでうまいんだよね、ほんとに最高にうまいんだよ。マジで美味しいんだよ、ほんとに。お客さんを呼び込む的なことはやったことあるの？あの一回松田さん のお店でやったことあるんですよ。ホットドッグとポトフを宮ヶ瀬でクリスマス限定で販売してて、その時はねもう大成功でしたから。整理券をお配りするんでって感じだったんで、本当にねちょっとやばいかもしれない今日。もう手当たり次第に行くわ。人選んでる暇ないからね。全然いかんやん。来ないでっていう、すごいやられてる。オーラを放たれてる。次は絶対行く。どんな人が来ても行く。こんにちは。泣きたくて泣いたくて本当の自分我慢して伝わらなくて、精神に関わってくる時ですね。
神奈川県の清川村という地域で作られてるお肉を使った新しくできたソーセージなんですけど、すっごく美味しくて、今試食だけでもやってるんで、ちょっとよかったら試食だけでもどうですかね。いいですか、ぜひお願いします。あ、どうぞどうぞ、あちらの方でやってるので。ありがとうございます。いやー、いいよ。清川村の PR 大使を務めさせていただいてて、新しくソーセージを販売してて、今たくさんの人に知ってもらいたいという機会なんで、ぜひ。まずこれはどうぞどうぞどうぞ。粗挽きソーセージ、どうですか。ハーブのいい香りが。美味しいですよね。すごく美味しいです。ニンニクも唐辛子も山椒も全部村で採れたやつを入れてるんです。なんで全部村っていうのが一つのテーマっていうか。油も甘くてきめ細やかで、なんかソーセージの良さが全部詰まった、本当に京川村でしか作れないソーセージなので。美味しかったです。 ありがとうございます。説明がさすがだね。発揮してるね。はい、清川のプロなんで。ぜひよかったら、あ、かわいい、どうぞ。あ、こんにちは。ソーセージ大好きだもんね。あ、ソーセージ大好きなの。あ、俺と一緒だ。やったやった、お揃いだ。あ、熱々食べれないや。わあ、大変だ大変だ。ベーコン美味しい。ベーコン美味しいですよね。すごい脂も甘いですよね。そうそう、で、燻製され具合が。今度京川村遊びに来てね。うん、ありがとう。美味しかったからこう買ってこうか、これ。え、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、一人でも分かってくれる人がいるだけで、うん、ね、ここからね、徐々に徐々にね、広まっていくから。食の市の店長藤田さんにもお話をお伺いしました。食の市というお店はどういったお店なんですかね。個人では手に入れないような、はい、珍しい商材だったり、あとは、卸業者ならではの鮮度を保った野菜、お肉、魚とかを販売しているお店となります。うん、なるほど。もともと商品は知っていたんです。で、食べたこともあって、はいはいはい、でぜひあの味をここで売れたら絶対にいいなっていうので、はい、覚えてます。どうですか、いざ松田さんの商品を置いてみて、まだ始まったばっかりなんですけど、なんか。そうですね、もう味はとにかく間違いないので、まあこういったはい、とにかく食べていただいて、その商品の良さを知ってもらうっていうところが一番かなと思ってまして、なるほど。はい、いいですか。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ、こちらなんですけど。ここでランチが。ありがとうございます。もう、あ、ソーセージ好き。うわ、かわいい。美味しいかな。美味しいね。今日一日ありがとうございました。こちらこそ助かりました。ありがとうございました。いや、久しぶりにね、しっかり松田さんのお手伝いできてよかったです。どうでした、僕の改めて。いや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 、やっぱりこちらが訴えたいこともちゃんと伝えてもらってるし、はい、やっぱお客さんもほら、それを聞いて納得して美味しいと言ってくれたりとか。よかったです。なんかこの、まあ、一歩一歩だと思うんで。ぜひね、道の駅とか今日紹介した食の市では常にね販売しているので、ぜひそちらで美味しい美味しいソーセージを皆さん食べてやってください。お願いします。お願いします。まだまだやることいっぱいあるから、はい、ああ、そうなんだ。カメラ回ってなくてももう手伝うんで。じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。